皆さん代用探してますか？で今回はねこの代用っていうなんかパズドラのなんだろう特有パズドラ特有のさ代用なんですか的なやつ結構コメントあるじゃん。コメントというかさそういうのあるじゃんか。で今回さもうめちゃくちゃ俺んとこにも来るんだよ代用なんですか。いいんだけどね、全然いいんだけど、俺がねちょっとさまあパズドラの知識不足というかパズドラの知識がさ、まあ、めちゃくちゃ詳しいっていうわけじゃないからこうなんかこの代用が絶対に効くみたいなさことが言えなくて本当に申し訳ねえなって思ってるいつも。だから今日は、まあ、視聴者というか皆さんに代用の探し方、代用、まあ自分がさ俺がさ俺は動画投稿者で、まあ、こういう編成とかさ編成の作ってさ動画出してたりするんだけど、そこでこう代用をさ探し方をやっていこうと思って、で例えばこのもう本題入っちゃうけど、このヤマタケルの櫛ね、タケルの櫛とかさあるじゃん。でこの武器がないとっていうなった時にこれ何ですかっていうコメントが来ると思うんだけど、これね探し方結構コツがあって、あのまあ武器このスキルとしては使わねえじゃん。変身、このキャラは変身だからスキルとしては使わないと。ならこの覚醒スキルのアイコンのこの覚醒スキルを見ればいいと。で今回この神タイプ付与がさついてる武器欲しいから、まあ、今新境地だし欲しいから神タイプ付与ついててスキブがあるっていう。でやっぱね俺の説明不足もやっぱあると思うから結構そうなんだけど、このスキブと見るところとしては神タイプ付与と神タイプ追加とスキブっていう感じかな。で、まあ、スキブの合計見てほしいんだけど26、まあ、26盛ればいい、ここで言えばいい、これが俺がさ、まあ、26以上盛ればいいって言えばいいんだけど、その時に、まあ、スキブが欲しいで神タイプ付与も欲しいと。その時にこの図鑑、まあ、図鑑もしくは PDC、まあ、図鑑かもしくは PDC で、武器の EE あの E ローマ字の E のやつと神タイプ武器追加とスキブっていうのをかける検索するとこんだけ出てくるんだ。まあ、これが結構いわゆる代用ってやつね。この画面に出てるのが代用ってやつねになるんだけど、だからまあ見るべき点としてはこの今この条件になってる新境地とかだと条件になってる神タイプとスキブを盛るっていうところがちょっと見てほしい、ポイントとして見てほしいっていう感じなんだけど、だからこれだと、まあ、これがありますよとかオーディンの崩壊がありますよとかさ、まあ、タケルの櫛よりこっちの方が持ってないかもしれんけど、まあ、これありますよとかさ、まあ、なんなら俺はねめちゃくちゃ編成難易度下げてる、もう理科金無課金勢よりに編成いつも組んでるから、もしかしたらこの武器よりも強い武器もしかしたらねよりも強い武器が存在すると思ってる。正直そっちを使ってもいいなっていう感じ。逆になんかこういう検索してそっちを使ってほしいなっていう感じは結構ある。そっちの方がまあ勝率高くなるかなと思ってるし、でまあこの神タイプ付与とスキブ、神タイプ付与とスキブって感じで、まあ、探していこうっていう感じかな。であと、まあそんな感じでしょうか。まあ俺の、まあ、動画投稿して側の説明不足もあるかもしれんけどって感じで、まあ探してほしいね代用は。代用はそんな感じで探してほしいっていう感じ、ですかね。でまあでこのスキル、まあ、スキルで使うっていう、今回このスキルで使うじゃんってなるじゃん。でまあ本当はね立ち回りとかもさかけたらまあそれいいと思うんだけど、まあ、神タイプ付与とあのこれこ今回この武器はスキルで使う、この武器はスキルで使うから、例えばなんかアマテラスのこの武器の代用何ですかって聞かれた時にまあどういう検索すれば代用が見つかるかっていうと、まあ、神タイプとスキブで、とにかく見るところとしてはスキブと神タイプ付与、今回は神タイプ付与とスキブと、まあ、この覚醒無効かな。今回まあダンジョンがさ行ってるダンジョンが覚醒無効とか決済とかやってくるんで覚醒無効で探していこうっていうってなると、神タイプ付与とスキブ2個と
で、あと覚醒無効かな、覚醒無効ってここで検索すると出てくるかな、まあ、こんな感じで出てくると、まあ、イシスとか、イシスとかあるんだイシスとかいいね。あ、でも2ターンチャージがあるか、2ターンチャージが欲しいかってなると、まあ、結構、まあ、難しいね。代用の探し方って難しいね、まあ、俺も結構苦戦してるんだけどで2ターンチャージも欲しいと、で2ターンチャージが欲しいから覚醒無効、まあ、もしくはまあ2ターン貯まる、2ターン貯まるってこう打つと、まあ、これが出てくる。サフィーラとかね、サフィーラとか、まあ、でもこれサフィーラだと覚醒無効がないからみたいな、覚醒無効がねえからもう代用はありませんってなるかなってなるんでしょうか、ですかね。なんかそんな感じかな。結構探してみて、こうなんか自分がさ、俺がさ、チャンネル内動画内で喋ってることをさ、こうなんか覚醒動画の内容とか、動画のさ、あのダンジョンのさプレイ画面とか見て、でこの2ターンチャージしてるから2ターンチャージが必要な武器が必要なんだって思ったりしてくれればいいし、でまあ本当に代用の答えを探すのが難しいというか、俺自身がさ代用の話というか代用をさ聞かれてもね、いい代用武器がわからねえんだまあだからまあ結構なんだろう、視聴者のみんなにはなんか、なんだろう、代用を探す努力してほしいというか、ちょっとごめんごめん、なんかすごいなんか言い方悪いけど言い方がすごい悪いけど、まあ、本当は概要欄とかに代用を書けばいいと思ってる、正直。まあ、それでもう全部解決するんだろうけど、まあちょっと、まあ、俺は、まあ、俺がね、できる範囲で、まあ、代用をさ、なんだろう、逐一こう、返信するの、ちょっとさ、なんか負担というかね、なんか難しくて、自分がこう、何を武器つけ、返信したらいいのか、ちょっと悩んじゃって、っていう感じなんでしょうか、理由ですかね。まあ、だから、まあ、代用探すコツとしては、この、使ってるスキルと似たようなスキル、まあ似たようなスキルと、まあ、ここの覚醒スキルを見ると、まあ、おのずと代用が見えてくるのかなと思ってるしって感じかな。まああともう一段階例上げとこうかな、もう一個、まあ、まあ、このスキブとかね、このシーツのスキブとか、まあこれスキブ、まあ結構 PDC の画像を載せてる時はね、まあ、スキブが結構まあまあ、見えてるだろうけど、まあ、スキブが欲しいと、で泥鏡も欲しいと、弱化があるから、スキブと泥鏡が欲しいっていう感じで、こうなんかなんだろうね、スキブと泥鏡とかってこう検索、ここの、まあ、今回本当にだからモンスター図鑑、このモンスター図鑑を活用してほしいねモンスター図鑑をいっぱい活用してほしいなと思ってる。これでまあ出てくるかな、これとかにすれば、まあ緑一テロ式とか、でも今回はチーム HP が欲しいから、こんな感じでなんか泥鏡あるかなみたいな感じで、これ玉子とかさ、玉子もあるね、玉子とかもあるしって感じかな、ですかね。まあそういう感じで探してくれたらいいなと思ってる。まあ俺も全然代用なんですかって聞かれたら、まあ、答えようと思うんだけど、まあ、ちょっと俺がね、なんか知識不足、もう全知全能じゃねえから、もうなんかユーハバッハみたいな、ね、オールマイティじゃねえから、ちょっとなんかいい代用をさ答えられない時が申し訳なくてっていう動画ですじゃあね。